はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。早速ね、本題に入りたいとこなんですけど、皆さんにお願いというかね、1分55秒ちょっと時間くれませんかっていうところと、この動画、お知り合いに送ってくれませんかっていうちょっと話をしていいですか。っていうのはね、おととい金曜ロードショーでハリーポッターがありました。見た方もねいるかと思うんですが、で金曜ロードショーが終わってすぐに、マイターニングポイントっていう番組があるんですよ。ほんと短い番組なんですが、でね、ただ放送地域限られてるので皆さんのところね映らない地域の方もいるかもしれないんですけども、ここに出させてもらったんです。でこれはあとざっくり言うと、その情熱大陸去年出させてもらったじゃないですか。本当に特集してもらって、こういう人がいますみたいな、それをすごい短い尺でやってくれて、でも内容はがっつり取材してもらったところを、もうハイチってこういう人間だよっていうのをギュッて凝縮した、それが1分55秒なんですよ。でもその放送地域がね限られてるからっていうふうもあったんですけど、実はこれマイターニングポイントのホームページ、これ日テレ系列やってるんですけど、ホームページがあって、そこに来週の放送まで、だからこれを投稿してればあと5日間かぐらい見れるんですよ。視聴できるんです。で今回そのね、まだ見てない方はぜひ見てほしいっていう、本当にいい動画というか、すごいかっこよくまとめてくださってるので見てほしいっていうところと、あとはこれちょっとご家族とか、例えばなんだろうな、私ハイチこういうのがいるんだよっていう紹介するときに説明するの難しいじゃないですか、私の存在って。でなんか言えば言うほどなんかこううまく伝わらないっていうことが起こりやすいと思うので、もしなんか知り合いの方とかに、ご家族でもねいいんですけど、普段動画、授業動画見てるのこの人のやつなんだっていう感じでもいいんで、多分1分55秒だったら見てくれると思うんですよ。ハードルって低いじゃないですか、短い動画なんで。だからね、ちょっと一回みんな自身が見てもらって、でなんか紹介とか、これ見てほしいなと思う方が身近にいたらちょっと見せてあげてほしいです。いや本当に良かった自分で言うのもなんだけれども、だからみんなが見てもらって、このコメント欄でもいいんでね、ちょっと感想書いてくれると嬉しいな。自分で言うのあれだけど、かっこよかったぜ俺って思ってね、よかったらお願いします。では今週の本題に行きたいと思うんですが、今週はね講演会で泣きそうになった話っていうのをちょっとしていっていいですか。ちょっと前にも講演会の話したからまたかよって思うかもしれないんだけど、11月12月本当に講演会いっぱい今入っていて、この12月5日今撮ってる段階だと直近10日間で5個やってるのかな、4つか5個か講演会やってるっていう、かなりハイペースでね今講演会をやってるんですが、一昨日12月3日それが東京都の学校でっていうんじゃなくて、その地域みたいな感じの講演会だった、ちょっと大きなね団体の講演会で、東京都内に住んでる方とか、教育関係者の方とかが対象でこうね来ていただける、中野でやったんだけど、あれって講演会があって、私それね喋ってる途中でちょっと泣きそうになっちゃって、泣いてないですよ、泣いてないんですけど、それ別に悲しい涙じゃなくて嬉しい泣きね、嬉しくなっちゃってさ。でそれを話をちょっとしていいですか。でこれを話すには私の、トラウマではないな、自分の力不足が招いたことなんだけど、ある恥ずかしいというか情けない話をしなきゃいけなくて、もうこの活動も10年目なわけですよ。約9年半が今経っているわけなんですが、今度ねここ 2,3 年は講演会いっぱい呼んでもらって、いろんな場所で話をねさせてもらうことが増えたけど、それでもね 6,7 年前にも講演会を依頼してくださる先生がちょっとだけいたんですよ。で自分あるその講演会に行った時、それ高校の講演会だったんですけど、自由参加だったんですね。でだから別に強制じゃないから、本当に聞きたい人が来るみたいな感じだったのよ。でね、結論から言うと本当に片手で数えるぐらい、片手というか両手 か一桁ね、聞きに来てくれた方が、で、もちろん当時は知名度も今よりも全然なかったし、自分の力もなかったし、今振り返れば当然だったのよその人数っていうのは。でも俺その人数にうってなっちゃってテンパってしまって、でね正直言うわ、俺何喋ったかもう全く覚えてない。そのあれを今時間が経ったからじゃなくて、その講演会が終わった直後に俺何喋ったっけ、もう全て上の空になっちゃったんだよね。
うなんかさそこにあ、ね、それでも集まってくれた方がいたのに全然話すことができなくてもう情けなくて自分がそっからしばらく講演会受けなくなったのよ、うん、怖くなっちゃってね。でもその自分がさなんていうのかな失敗して、まあ、トラウマというかこう苦手意識がついたものって同じ場所でしか克服できないと思っていて、だから講演会で、まあ、マイナスイメージをつけたものは講演会でしか回復できないと思ってる。プラスはね回収できないと。だからそう思うようになってから講演会をいっぱい受けるようになって、で今までスライドを使ってなかったのよ。パワーポイント使ってなかったんだけど、パワーポイントを準備したり喋る練習めちゃめちゃして、もう営業マン時代並みに録音して聞いて録音して聞いてってやって、で今に至るのね。だから今回も自由参加だったし、で事前にねこう何名の方が来るかって分かってなかったの、会場に行くまで。で会場がもともと400人ちょっと入るんだけど、そのソーシャルディスタンスというか隣の席一席ずつ空けなきゃいけなかったから、結局200ちょっとかなが、定員の形だったんです。で、まあ、俺ずっとマネージャーの子はいるんだけど、マネージャーと二人でその現場行って、でマネージャーにずっと何人来るかなって、で謙遜とかじゃなくて30人来るかなってなってさ、でいざこう入って、舞台袖呼ばれていくじゃん。開始が7時だったから、そうで舞台袖行った時に袖から見たらさ、あちょっと喋りながらちょっとうるっときちゃったごめんなさいね、満席だったんです。うん、ほぼ満席になってて、で結局ね講演会が、まあ、話した途中でもこう途中から来てくださる方もいたから、その後ろにパイプ椅子出していただいて、まあ、その溢れちゃった方立ち見だと申し訳ないので、結局250とかそのぐらいかな、うん、来ていただけたんですよ。で結果的にやっぱり学校の先生かな、教職員の方がすごく多くて、で私あの講演会、まあ、詳しいこと言うとあれだからなんだけど、こう質疑応答の時間をすごく大事にしてる人間で、で質疑応答も結局全員お答え、全員ね時間の関係で、質問していただくことができないぐらいに挙げてくださったりとか、うん、最後に質問していて、そのハイツさんのなんだろう教育への情熱ってどこから来るんですかっていう質問に対して、その教育実習の時の話をした時とか、その話に拍手してくださったりとかそうなんかいろんなことが積み重なって、で多分自分今スケジュールがさ結構いっぱいいっぱいなのもあったから、でこの講演会結構自分の中でなんつうのかな、失敗したらどうしようっていうスイッチがすごい強く入ってたのよ。だから練習もめっちゃして、若干喉枯らしながら会場行ったんだけど、うん、だからこそこう終わりかけた時に、まあ、安堵のねちょっとこう安堵の気持ちが入ったのもあって、うん、会場に来てくださってる方の顔を見てたら、表情を見てたらさ、ちょっと泣きそうになっちゃって数年前ね全然人を集めることができなくて、でし集めることができなかった上に、その集まってくださった方になんつうのかな、恩を後で返すじゃないけどさ、もう全然ダメな講演会しちゃって、でそっからそんな自分が嫌で頑張って練習して、で今ここに立ってこうやって話をして、もちろんそこにいた250人ぐらいの方がね全員が全員プラスで受け取っていただけたわけではないと思うけれど、でも少なからず聞いてよかったっていうのを、うん、ふうに思ってくださった方がいたんだなって、あと DM とかもねくださってる方いたからさ、うんって思って、なんか情けない話なんだけど、でも嬉しかったんですよね。嬉しかったし、自分に、うん、自信がついたというか、お前と俺ね、自分のことね、お前よく頑張ったなって、うん、自分に言えた瞬間だったんでね。なのでなんか一昨日の話だから、うん、せっかくなんでちょっとダラダラジオでまた講演会の話になっちゃって悪かったんだけど、ちょっと言わせてもらいました。やっぱり改めて思うけど、努力しなきゃ前には進めないし、なんか自分にとって劣等感を感じる部分とかコンプレックスとかね、みんなももしかしたら少なからずあるかもしれんけど、何かそれを克服するチャンスがあるとしたら、そのコンプレックスを負った場面でしかやっぱり回収できないのかなと思っていて、だからこそ、でもそれがさ何もせずに回収はできないじゃん、絶対努力は必要だし、なので
まあ、頑張ってきてよかったなとか、続けてきてよかったなって、うん、努力は間違ってなかったなっていうのをすごく実感した瞬間だったから、まあ、これ聞いてる方がね、あの受験生の方もいらっしゃると思うんで、自分がさ信じられなくなることってやっぱあると思うんだけども、あのこれ俺の12月のねテーマでもあるんだけど、自分を信じることで誰にも負けないっていう、これは、まあ、俺の目標だけど、みんなにももしねその自分を信じることで誰にも負けないっていう言葉がこうしっくりくる方がいたら、ぜひなんかこの言葉を大事にしてほしいなと思う、うん、から、まあ、そんな話を今回はねさせていただきました。はい、ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。そろそろね2021年が終わってしまいますが、あのこれからもねダラダラと普通にまたダラダラ喋っていきますので、よかったらねまた来週もお付き合いください。ではここまでここまでのお相手は私ハイチでした。明日からねまた1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。